ギリシア神話は古代ギリシアより語り伝えられる伝承文化で多くの神々が登場し人間のように愛憎劇を繰り広げる物語であるギリシア神話とも言う古代ギリシア市民の教養でありさらに古代地中海世界の共通知識でもあったが現代では世界的に広く知られておりギリシアの小学校ではギリシア人にとって欠かせない教養として 歴史教科の一つになっている。ギリシア神話は、ローマ神話の体系化と発展を促進した。プラトーン、古代ギリシアの哲学や思想、ヘレニズム時代の宗教や、世界観、キリスト教神学の成立など、多方面に影響を与え、西欧の精神的な石中の一つとなった。中世においても神話は伝承され続け、その後のルネサンス期、近世、 近代の思想や芸術にとってギリシア神話は霊感の源泉であった。アテーナイアクロポリスの丘とパルテノン神殿教ギリシア神話として知られる神々と英雄たちの物語の始まりはおよそ紀元前15世紀頃に遡ると考えられている。物語はその早々期においては交渉形式で歌われ伝えられてきた。紀元前9世紀。 または8世紀頃に属すると考えられる、ホメーロスの二大女子子、イーリアスとオデュッセアは、この交渉形式の神話の頂点に位置する傑作とされる。当時のヘレーネスの世界には、神話としての基本的骨格を備えた物語の原型が存在していた。しかし当時の人々の中で、特に、どのような神が、天に、そして大地や森に存在するかを語り広めたのは、 銀遊詩人たちであり、詩人は姿の見えない神々に関する真実の知識を人間に解き明かす存在であった。神の霊が詩人の心に宿り、不死なる神々の世界の真実を伝えてくれるのであった。そのため、ホメーロス等の作品においては、ムーサ女神への祈りの言葉が、老唱の最初に置かれた。オリュンポス中に新交渉でのみ伝わっていた神話を、 文字の形で記録に留め、神々や英雄たちの関係や秩序を体系的にまとめたのは、ホメーロスより少し時代を下る、紀元前8世紀の詩人ヘイシオドスである。彼が歌った、新闘記においても、その冒頭には、ヘリコーンさんに見しきいます詩身への祈りが入っており、ヘイシオドスは現存する文献の中では初めて、系統的に神々の系譜と、英雄たちの物語を伝えた。 このようにして、彼らの時代、すなわち、紀元前9世紀から8世紀頃に、体系的なギリシア神話が、ギリシア世界において成立したと考えられる。それらの神話体系は地域ごとに、食い違い野菜があり、伝承の系譜ごとに、様々なものが未だ混然として混ざり合っていた状態であるが、オリュンポースを支配する神々が誰であるのか、代表的な神々の相互関係は、 どのようなものであるのか、また世界や人間の資源に関し、どのような物語が語られていたのか、などといったことは、ギリシア世界において、ほぼ共通した了解のある一つのシステムとなって確立したのである。しかし、個々の神や英雄が、具体的にどのようなことをなし、古代ギリシアの国々に、どのような事件が起こり、それはどういう神々や人々、英雄と関連して、 どのように展開し、どのような結果となったのか。これらの詳細や細部の説明、描写などは、後世の詩人や物語作者などの想像力がギリシア神話の壮麗な物語の伝道を飾ると、共に複雑で精妙な形詞を構成したのだと言える。ついで、ギリシア悲劇の詩人たちがギリシア神話に奥行きを与えると共に人間的な深みをもたらし、 神話を、より体系的に、かつ強固な輪郭を持つ世界として築き上げていった。ヘルニズム期においては、アレクサンドリア図書館の司書で詩人でもあったカルリマコスが膨大な記録を編集して、神話を肉付けし、また同じく道図書館の司書であったロドスのアポローニオスなどが、新しい構想で神話物語を描いた。ローマ帝世期に入ってからも、ギリシア神話に対する、 創造的創作は継続していき、紀元後1世紀の詩人、オイディースのアーソの変身物語が新しい物語を生み出し、あるいは再構成し、パウサニアースの歴史的地理的記録やアプレウスの作品などがギリシア神話にさらに詳細を加えていった。紀元前8世紀の平シオドスの新闘記はギリシア神話を体系的に記述する試みの先駆けである。 ホメーロスの女児史などにおいて、聴衆にとっては基地のものとして、詳細が説明されることなく言及されていた神々や古代の逸話などを士氏脅すは系統的に記述した。浸透期において神々の系譜を述べ、仕事と日々において人間の起源を記し、そして現在は断片でしか残っていない名レ列伝において英雄たちの誕生を語った。 このような試みは、紀元前6世紀から5世紀頃のアルゴスのアクウシラオスやレイロスのペレキューデースなどの記述にも存在し、現在はわずかな断片しか残っていない彼らの系統史は古代ギリシアの詩人や劇作家、あるいはローマ時代の物語作家などに大きな影響を与えた。古代における最も体系的なギリシア神話の記述は、 紀元後一世紀頃と考えられるアポロドウロスのギリシャ神話である。この体系的系統本は、紀元前五世紀以前の古典ギリシアの筆者の文献等をもとにギリシア神話がまとめられており、オイデウスなどに見られるヘレニズム化した完美な趣きもある神話とは、全く異質で荒々しく小鹿な神話系譜を記述していることが特徴である。ホメーロス以前の古代ギリシアには、 文字がなかったわけではなく、見受けない時代に、すでに千文字 B が存在していたが、暗黒時代においてこの文字の記憶は失われた。しかし、紀元前8世紀頃より、フェニキア文字を元に古代イギリシア文字が生まれる。ギリシア神話は、基本的にはこの文字で記録された。また後には、ローマの詩人、文学者が、ラテン語によってギリシア神話を記述した。 コメーロスギリシア神話のありようを知るには、近代になって発達した考古学が大きな威力を発揮した。考古学では古代の遺跡が発掘され研究された。これらの遺跡において装飾彫刻や彫像、神々や人物が描かれ彩色された古壺や皿などが見つかった。考古学者や神話学者は彫刻の姿や様式、 古壺や皿に描かれた豊富な絵を分析して、これらがキリシア神話で語られる物語の場面や出来事、神や英雄の姿を描いたものと判断した。それらの絵図は意味を含んでおり、ここから神話の物語を読み取ることが可能であった。他方、発掘により判明した考古学的知見は、文献に記されていた事象が実際に存在したのか、 記述が妥当であったのかを吟味する資料としても重要であった。さらに文献の存在しない時代についての知識を提供した。19世紀末にドイツのハインリヒシュリーマンはアナトリア半島生誕のヒッサル陸の丘を発掘し、そこに幾層もの都市遺跡と火災で滅びたと考えられる遺構を発見して、これをトロイア遺跡と断定した。彼はまた、 ギリシア本土でも素人考古学者として発掘を行い、見受けない文化の遺構を見出した。20世紀に入って以降、アーサー・エバンズはより厳密な発掘調査をトロイア遺跡に対し行った。またクレータ島で見出されていたクノーソスなど文明の遺跡の発掘も行われ、ここで彼は3種類の文字を発見した。1000文字 B は間もなく、 ギリシア本土のピロスやティーリウンスでも使用されていたことが見出された。20世紀半ばになってマイケル・ベントリスがジョン・チャドウィックの協力のもとこの文字を解読し記されているのがミケーネ語であることを確認するとと,ともに内容も明らかにした。それらはホメーロスが歌ったトロイア戦争の歴史的な像を復元する意味を持った。また数々の英雄たちの物語の中には 紀元前15世紀に遡る、ミュけない文化に起源を持つものがあることも、各地の遺跡の発掘研究を通じて確認された。ギリシア神話は、以下の三種の物語群に対別できる。第一の、世界の起源を物語る、神話群は、分量的には短く、主に三つの系統が存在する。第二の、神々の物語は、世界の起源の神話と、その前半において、 密接な関連を持ち、後半では英雄たちの物語と絡み合っている。英雄たちの物語において、人間の運命の背後には神々の様々な思惑があり、活動が行われ、それが英雄たちの物語にギリシア的な奥行きと躍動を与えている。第3の英雄たちの物語は、分量的には最も大きく、いわゆるギリシア神話として知られる物語や逸話は、 大部分がこのカテゴリーに入る。この第三のカテゴリーが膨大な分量を持ち、おびただしい登場人物からなるのは、日本における神話の系統的記述とも言える、古事記や、それに並行しつつ歴史時代にまで記録が続く、日本書紀がそうであるように、古代ギリシアの歴史時代における王族や皇族、名家と呼ばれる人々が、自分たちの家系に権威を与えるため、神々や、その子である、 半身としての英雄や古代の伝説的英雄を祖先として、系図作成を試みたからだとも言える。神話的英雄や伝説的な王などは、膨大な数の子孫を持っていることがあり、樹木の枝状に子孫の数が増えていく例は珍しいことではない。末端の子孫となると、ほとんど具体的エピソードがなく、単なる名前の羅列になっていることも少なくない。しかし、 このように由来不明な多数の名前と人物の羅列があるので、歴史時代のギリシアにおける多少とも名前のある家柄の市民は自分は神話に記載されている誰それの子孫であると主張できたとも言える。ベルギリウスのアエネイスがローマ人の先祖をトロイエ戦争にまで遡らせているのは明らかに神話的系譜の絶像であるが、これもまた抗議にはギリシア神話だとも言える。 ベルギリウスはギリシア人自身が古代より行ってきたことを紀元前一世紀後半にラテン語で行ったのである。古代ギリシア人は他の民族と同様に世界は現初の時代より存在したものであるとの素朴な思考を持っていた。しかしゼウスを主神とするコスモスの観念が成立するにつれ、おのずと哲学的な構想を持つ世界の資源神話が語られるようになった。 それらは代表的に4種類のものが知られる。神々の系譜や人間の起源などを系統的な神話にまとめ上げた、平シオドスは神闘記において2つの主要な起源説を伝えている。平シオドスは古代、オリエントなどの神話の影響を受けたと考えられ、後に混沌と解釈されるカオスが最初に存在したとしている。ただし、彼はカオスを混沌の意味では使っていない。 それは空撃であり、カズムとも呼ばれる。その後、大地が万物の諸言としてカオスの中に存在を表し、テントの交わりによって様々な神々を生み出したとされる。ウーラノス、クロノス、そしてゼウスにわたる三代の王権の繊維がここで語られることになる。他方、兵士オドスは蒸気とは起源が異なると考えられる。 自然哲学的構想を備えた世界の資源神話を同じ新透期において歌っている。胸広きガヤが存在し、それと共に地下の有名タルタロスと何よりも美しいエロースが生まれたとする。現初にエロースが生まれたとするのはオルペウス教の資源神話に通じている。エロースは生殖にあって大きな役割を果たし、それゆえ愛が最初に存在したとする。 第3の宇宙観は、哲学的、宗教的に体系化されていたと考えられ、オルペウス教が基盤を置いた、あるいはこの宗教が提唱した世界の諸原神話である。オルペウス教は多様な神話を持っており、断片的な複数の文書が伝える内容には、異動がある。その特徴としては、原初に水や泥があり、大地も存在し、クロノスイコールジクロノスやエロースが、原初にあった。 そして、原初の卵が語られ、他のギリシア神話では語られない、パネースあるいは、プロートゴノスが存在したとする。以上に挙げた世界の資源神話以外に、第四のものとして、ホメーロスがイーリアスで歌っている、より古く単純とも言える主言についての神話がある。それは、万物の初めに、オーケアノスが存在したという神話で、彼と共に妻、 デイテュスが存在したとされる。この両神の交わりより多数の神や世界の要素が生み出されてきたとする。これは素朴な神話で海岸部の住民が信じていた資源神話と考えられる。金のエロースヘイシオドスが歌う第二の自然哲学的な世界創造と諸々の神の誕生は自然現象や人間における定めや矛盾。 困難を擬似的に表現したものとも言える。このような形の神々の誕生の系譜は、例えば、日本神話にも見られ、世界の文化で広く認められる資源現象である。新陶器に従うと、次のような資源の神々が誕生したことになる。まずすでに述べた通り、カオスと、そのうちに存在する胸広きがや、そして、安明のタルタロスと最も美しい神エロースである。 ガイアよりさらに、有名のエレボスと、クラキニュクスが生じた。ガイアはまた海の神、ポントスを生み、ポントスから、海の老人ネイレウスが生まれた。また、ポントスの息子、タウマースより、イーリス、ハルピュイアイ、そして、ゴルゴーン三芝居等が生まれた。一方、ニュクスよりは、アイテールとヘーメラーが生じた。またニュクスは、タナトス、ヒュープノス、オネーロス、そして、 正方の黄金のリンゴで著名なヘスペリデスを生み出した。さらに、モイライ、ネメシス、エリスなども生み出し、この最後のエリスからは、アーテーを含む様々な忌まわしい神々が生まれたとされる。ゼウスの王権が確立し、やがて、オリュンポス十二神を中心としたコスモスが世界に成立する。しかし、このゼウスの王権確立は右よ曲折しており、ゼウスは、 神々の王朝の第三代の王である。最初に星散りばめるウーラノスがガイアの夫であり、原初の神々の父であり、神々の王であった。しかしガイアは生まれてくる子らの醜さを嫌ってタルタロスに幽閉した夫、ウーラノスに恨みを持った。ウーラノスの末息子であるクロノスがガイアにそそのかされて巨大仲間を振るって父親の弾痕を切り落とし、 その王権を散脱したとされる。このことは、兵士オドスが、すでに記述していることであり、先代の王者の虚勢による王権の散脱は、神話としては珍しい。これは、ヒッタイトの古利人の神話に類例が見出され、この神話の影響があるとも考えられる。天使像のクロノス・ウラノスより、世界の支配権を奪ったクロノスは、第二代の王権を持つことになる。クロノスは、 ウーラノスとガヤが生んだ子供たちの中の末程であり、彼の兄と姉にあたる神々は、クロノスの王権のもとで、世界を支配、干渉する神々となる。とはいえ、この時代にはまだ、神々の役割分担は明確でなかった。クロノスの兄弟姉妹たちは、ティーターンの神々と呼ばれ、オリュンポス12神に似て、主要な神々は、ティーターンの12の神と呼ばれる。 これらのテーターンの十二の神としては、通常、次の神々が挙げられる。まず一主神たる、クロノス、二その妻である女神レア、三長子オケアノス、四コイオス、五ヒュペリオオン、六クレオス、七イアベトス、八女神テイティウス、九女神テミス、十女神ムネーモシュネー、十一女神ポイベー、十二女神テアーである。アポロドーロスは女神、ティオーネーを、 クロノスの姉妹に挙げているが、この名はゼウスの女性系であり、女神の性格には諸説がある。ティーターンにはこれ以外にも子孫が多数存在した。後にティーターンはオリュンポス親族に敗れ、タルタロスに落とされるが、全員が罰を受けたわけではない。抗議のティーターンの一族には、イーアペトスの子であるアトラース、プロメーテウス、エピメーテウスやヒュペリーオーンの子であるエオス、 セレーネー、ヘイリオスなどがいた。神々の王クロノスはしかし、母がアイアと、父ウーラノスから、呪いの予言を受ける。クロノス自身も、やがて王権をその息子に散脱されるだろうというもので、クロノスはこれを恐れて、レアーとの間に生まれてくる子供をすべて飲み込む。レアーはこれに起こり、密かに、バシシゼウスを見ごもり出産、石を産みにくるんで赤子と、偽りクロノスに渡した。 ゼウスが青年に達すると彼は父親クロノスに反旗を翻し、まずクロノスに薬を飲ませて彼が飲み込んでいたゼウスのネイアーにたちを吐き出させた。クロノスはヘスティアー、デーメーテール、ヘーラーの三女神、そして次にハーデースとポセイドーン、そしてゼウスの身代わりの石を飲み込んでいたので順序を逆にしてこれらの石と神々を吐き出した。 オリュンポース神とティーターのマキアーゼウスたち兄弟姉妹は力を合わせてクロノスとその兄弟姉妹たち、すなわちティーターンの一族と戦争を行った。これをティーターのマキアーと呼ぶ。ゼウス、ハーデース、ポセイドオンの三神はティーターのマキアーにおいて重要な役割を果たし、特にゼウスは雷帝を投げつけて地球や全宇宙、そしてその根源であるカオスまでも焼き払い。 ティーターンたちに大打撃を与え、勝利した。その後テーターン族をタルタロスに遊兵し、100、腕巨人を万人とした。こうして勝利した、ゼウスたちは互いにくじを引き、その結果、ゼウスは天空を、ポセイドオーンは、海洋を、ハーデースは、冥府を、その支配領域として得た。しかしガイアは、ティーターンを、ゼウスたちが遊兵したことに起こり、 ウーラノスと交わってギガースたちを生み出した。ギガースたちは巨大な体と粘毛な気象を備え、彼らは退去してゼウスたちの一族に戦いを挑んだ。ゼウスたちは苦戦するが、シシリー島をギガースの上に投げ下ろすなど、激しい争いの末にこれを打破した。これらの戦いをギガントマキアーと呼称する。しかし、ガイアはなお諦めず、さらに怒ってタルタロスと交わり、 怪物、テューポーンを生み出した。テューポーンは灼熱の分流で地球を焼き尽くし、天に突進して、全宇宙を大混乱の渦に叩き込むなど、圧倒的な強さを誇ったが、オリュンポス親族の連携によって、ついに敗北し、滅ぼされた。各して、ゼウスの王権は確立した。オリュンポス山神々は、ホメーロスによれば、オリュンポスの鉱山に見やしきいまし、 山頂の宮殿にあって、耐えることのない共演で日々を過ごしているとされる。神々は不死であり、神職を食べ、幹を飲んでいるとされる。ゼウスの王権のもと、世界の秩序の一部をそれぞれ干渉する。これらの神々は、オリュンポースの神々とも呼ばれ、その主要な神は、古くから十二の神として、人々に把握されていた。 十二の神は二つの世代に分かれ、クロノスとレアーの息子、娘にあたる、第一世代の神々と、ゼウスの息子、娘にあたる、第二世代の神々がいる。時代と、地方、伝承によって、幾分かの違いがあるが、主要な十二の神は、第一世代の神、一秩序の象徴でもある神々の父ゼウス、ニヘーラー女神、三ポセイドオン、四デメーテール女神、 5、ヘスティアー女神の5柱に、第2世代の神として、6、アポローン、7、アレース、8、ヘルメース、9、ヘイパイストス、10、アテーナー女神、11、アプロディーテー女神、12、アルテミス女神の7柱である。また、ヘスティアーの代わりに、ディオニューソスを12神とする場合がある。ハーゲースとその子ペルセポネーは、地下の神とされ、オリュンポースの神ではないが、主要な神として、 十二神の中に数える場合がある。それぞれの神は崇拝の根拠地を持つのが普通で、また神々の集合が起こっているとき、広範囲にわたる地方の神々を取り込んだ神は、多くの崇拝の根拠地を持つことにもなる。アテーナイのパルテノン神殿小壁には、十二の神の長蔵が刻まれているが、この十二神は上記の一覧と一致している。 オリュンポースを代表する十二の神と地下の神派です。党以外にも、オリュンポスの世界には、様々な神々が存在する。彼らは、オリュンポースの十二神や他の有力な神が、エロースの力によって、互いに交わることによって生まれた神である。また、抗義のティーターンの一族に属する者にも、オリュンポスの一員として、神々の席の一端を占め、重要な役割を担っている者がある。 神々の間の婚姻があるいは交わりによって生まれた神には次のようなものがいる。ゼウスの息子と娘神々の父ゼウスとテティス神々の父ゼウスは真偽を知る知恵の女神、メーティスを最初の妻とした。ゼウスはメーティスが妊娠したのを知るや、これを飲み込んだ。メーティスの知恵はこうしてゼウスのものとなり、メーティスよりゼウスの第一の娘アテーナーが生まれる。 ゼウスの生災は、神々の女王ヘイラーである。ヘイラーとの間には、アレース、ヘイパイストス、青春の女神ヘイベー、出産の女神エーレーテューヤが生まれる。また、大地の豊穣の女神デーメーテールとの間には、冥府の女王ペルセポニエを設けた。ゼウスはまた、ティーターン親族のディオネーとの間に、アプロディーテを設ける。アプロディーテは、クロノスが切断した父。 ウーラノスの断痕を海に投げ入れた際、その周りに生じた泡より生まれたとの説もあるが、オリュンポスの系譜上はゼウスの娘である。ゼウスはティーターンの一族コイオスの娘レイトーとの間にアルテミス女神とアポローンの指定の神を設けた。さらにティーターンであるアトラースの娘マイアとの間にヘルメースを設けた。最後に人間の娘セメレートを交わってディオニューソスを設けた。 アテーナーはメイティスの娘であるが、その誕生はゼウスの頭部から武装して出現したとされる。また、これに対抗して、ヒヘイラーは、独力で息子、ヘイパイストスを生んだともされる。ゼウスはさらに、ティーターンの女神たちと交わり、運命や、美や季節、芸術の神々を設ける。法律、起きの女神テミストの間に、ホーラインの三女神とモイラインの三女神を、 オーケアノスとテーティウスの娘エウリノメイトの間にカリテスの三女神を、そして記憶の女神ムネイモシュネイトの間に九柱の芸術の女神ムーサイを設けた。十二神の息子と娘有欲のエローソーリュンポスの十二の神々はゼウスを例外としてこう設けないか設けたとしても少ない場合がほとんどである。ポセイドーンは比較的に息子に恵まれているが、 アンピトリーテイとの間に生まれた、むしろ海の一族とも言えるトリートオン、ベンテシ救命、ヘイリオスの妻ロデーを除くと、怪物や馬や乱暴な人間が多い。美の女神アプロディーテイは、人気の高い女神であったからか数多くの神話に登場し、多くの子供を産んだが、その父親は、子供の数と同じくらい多かった。彼女の夫は、タンヤの神ヘイパイストスとされるが、 愛人のアレースとの間に、デーモスとポボスの兄弟がある。また、ヘイシオドスが、原初の神として、最初に生まれたとしている愛神エロースは、アプロディーテーとアレースの息子であるとされることもある。この説は、シモーニデースが最初に述べたとされる。しかし、エロースをめぐっては、誰の息子であるのかについて諸説あり、エーレイティーの子であるとも、セーフゼッピュロスと、エーオースの子であるとも、 ヘルメースの子、あるいは、ゼウスの子であるともされる。エロースとタイになる、アイシン・アンテロースもアレースとアプロディーテの子だとされる。他のオリンポースの有力な神々、ハーデース、ヘルメース、ヘイパイストス、ディオニューソスには目立った子がいない。アポローンは知性に満ちる、美青年の像で考えられていたので、恋愛団が多数あり、恋人の数も多いが、神となった子はいない。ただし、 彼の子ともされるオルペウスやアスクレーピオスが、例外的に死後に神となった。エオスとアポローン抗議のティーターンの子孫も、オリュンポスの神々に数えられる。ティーターンたちは、ティーターのマキアーでの敗北の後、タルタロスに落とされたが、後にゼウスは彼らを許したという話があり、ピンダロスは、ピューティア第四縮小化の中で、ティーターンの解放に言及している。戦いに敗れた。 ティーターンは、その後、神話に姿を現さないが、その子供たちや、ウーラノスの子孫たちは、オリュンポスの秩序の中で、一定の役割を受けて活動している。イーアペトスのコアトラースは、天空を背に支え続けるという区域に耐えている。兄弟のプロメーテウスは、戦争には加わらなかったが、ゼウスを騙した罪でカウカーソスの山頂で生きたまま、 わしに毎日肝臓を食われるという罰を受けていたところ、ヘイラクレースがわしを殺して解放した。ヒュペリオーンとテイヤーの子、エーオース、セレーネー、ヘイリオスはオリュンポースの神々の中でもよく知られた存在である。エーオースは星神やストライオスとの間に、西風、ゼピュロス、ハエノトス、北風ボレアースなどの風の神と多数の星の神を生んだ。 また、アテーナーの傍らにあるニーケもティーターンの娘で、あるがゼウスに味方した。現初の神でもあったポントスとその息子の海の老人ネーレウスは、ポセイドオンに役職を奪われたように見えるが、彼らの末裔は、数知れぬ命令ですとなり、ニュンペ兵として、あるいは女神として活躍する。ポントスの一族である虹の女神イリスは、神々の使者として活躍している。また、 抗議のティーターに一族に属するアトラースは、オーケアノスの娘プレイヨネートの間にプレイアデスの七柱の女神を設けた。彼女たちは、ホシチリバメルテンにあって、星座として輝いている。ニュンペイティーターのマキアーの勝利の後、ゼウス、ハーデイス、ポセイドオンの兄弟はくじを引いて、それぞれの支配領域を決めたが、地上世界は共同で干渉することとした。地上は、 ガイアの世界であり、ガイアそのものとも言えた。地上には、陸地と海洋があり、河川、湖沼、また緑豊かな樹木の茂る森林や、草花の咲き香るの原、清らかな泉などがあった。地上は、人間の暮らす場所であり、また数多くの動物たちや植物が生息市販もする場所でもある。そして太古よりそこには、様々な精霊が存在していた。 精霊の多くは女性であり、彼女たちはニュンペイと呼ばれた。妊婦とはギリシア語で花嫁を意味する言葉でもあり、彼女たちは若く美しい娘の姿であった。ニュンペイは、例えばある特定の木の精霊であった場合、その木の腰と共に消え去ってしまうこともあったが、多くの場合、人間の寿命を遥かに超える長い寿命を持っており、神々同様に不死のニュンペイも存在した。 森林や山野の諸女のニュンペイはアルテミス女神に付き従うのが普通であり、またパーンやヘルメースなどもニュンペイに親しい神であった。古代のギリシアにはニュンペイに対する崇拝、祭儀が存在したことがホメーロスによって言及されており、これは考古学的にも確認されている。ニュンペイは恋する乙女であり、神々や精霊。 人間と交わって子を産むと、母となり妻ともなった。多くの英雄がニュンペイを母として誕生している。ニュンペイの種類、ニュンペイはその住みかによって、呼び名が異なる。命令ーーデスリクチのニュンペイとしては次のようなものがある。一メリアデスは、最も古くからいるニュンペイで、ウーラノスの子孫ともされる。トネリコの木の精霊である。ニオレアデスは、 山のペ併である。三アルセーデスは森や林のペ併である。四ドリュアデスは樹木に宿るペ併である。五ナパイアイは山間の谷間に住むペ併である。六ナアイアデスは淡水の泉や川のペ併である。これらのペ併は陸地に住みかを持つ者たちである。一方、海洋にはオーケアノスの娘たちやネイレウスの娘たちが多数おり、 彼女らは美しい娘で、時に女神に近い存在であることがある。海洋のニュンペイは、むしろ女神に近い。一オーケアニデスは、オーケアノスがその姉妹テイティウスの間に設けた、娘たちで、三千人、つまり無数にいるとされる。この二柱の神からはまた、すべての河川の神が、息子として生まれており、河川の神とオーケアニスたちは、子弟、兄弟の関係にあることになる。 メイフの川であるスチュクスや、ケイローンの母となった、ピュラー、アトラース、プロメーテウス兄弟の母であるクリメネーなどが知られる。ニネーレイデスは、ネーレウスとオーケアノスの娘ドーリスの間の娘で、50人いるとも、100人いるとも、される。アンピトリーテー、テティス、ガラティア、カルクソウなどが知られる。ケイローンと、少年、ニュンペイは、自然界にいる女性の精霊で、 中には神々と等しいものもいた。他方、地上の世界にはニュンペイと体になっているとも言える男性の精霊が存在した。彼らはその姿が人間とはいささか異なる場合があった。彼らは三夜の精霊で、具体的には一パーン、二ケンタウロス、三シーレーノス、四サチュロスなどが挙げられる。彼らの姿は、上半身は人間に近いが、下半身が 馬やヤギであったり、機体に角があったりする。蒸気の中でパーンは、別格ともいえ、ヘルメイスとドリオプスの娘ドリオペーの間の子で、オリュンポースの神の一員でもある。ただしパーンが誰の子かということについては、諸説ある。シューリンクスという笛を好み、公職でもあった。ケンタウロスは、犯人ハンバの姿で、乱暴かつそやであるが、経ーンだけは異なり、医術にたけ、 また不死であった。シーレイノスとサチュロスは同じ種族と考えられ、前者は馬に似て年長であり、後者はヤギに似ていた。ソヤで公職で、ニュンペ兵たちと戯れ暴れ回ることが多々あった。彼らがサンヤの精霊であるのに対し、地上の多数の河川には、オーケアノスとテーティウスの息子である河川の精霊、あるいは神がいた。彼らは普通、河川と呼ばれるので、精霊よりは、 格が高いと言える。三千人いるとされるオーケアニデスの兄弟にあたる。家臣に対する崇拝もあり、彼らのための儀礼と遮殿などもあった。スカマンドロス家臣とアケロオース家臣がよく知られる。ゴルゴン資源の神や、または神やその子孫の中には、異形の姿を持ち、オリュンポースの神々や人間に負を与えたため、怪物と形容される存在がいる。 例えばゴルゴーン三姉妹などは、海の神ポントスの子孫で、本来は神であるが、その姿の異様さから怪物として受け取られている。ゴルゴーン三姉妹は、ポルキュースと系統の娘で、末娘のメデューサを除くと不死であったが、頭部の髪が蛇であった。また、その姉妹であるミハシラのグライアイは、生まれながらに、老婆の姿であったが不死であった。ハルピュイアイは、 タウマースの娘たちで女の頭部に鳥の体を持っていた。ガヤが現初に生んだ息子や娘の中にはキュクロープスやヘカトンケールのような異形の者たちが混じっていた。またガヤは独力で様々な怪物の父とされる天をまする巨大なトゥーポーンを生み出した。栄ヨとペーガススエキドナは上半身が女、下半身が蛇の怪物で、 ゴルゴーンたちの姉妹とされるが出生には諸説がある。このエキドナとテューボーンの間には多数の子供が生まれる。獅子の頭部にヤギの頭蛇の尾を持つキマイラ、ヘイラクレースに退治されたヒュドラー、イフの番犬、多頭で犬型のケルベロスなどである。また、エジプト起源のスピンクスはギリシアでは女性の怪物となっているが、これもエキドナのことされる。 それらの多くは神、あるいは神に準ずる存在である。ポセイドオーンとデメーテールが馬の姿となって交わって儲けたのがメーバーレオーンである。他方、ポセイドオーンはメデューサとの間に有欲の天馬ペーガソスやクリューサー王領を儲けた。精霊院はオデュッセイアに登場する海の精霊、怪物であるが人を魅惑する歌で滅びをもたらす。 ムーサの娘であるともされるが、諸説あり、もともとペルセポネーに従う精霊だったとも、想定される。オデュッセアヤに登場する怪物としては、6つの頭部を、持つジョカイスキュラと渦巻きの擬人化とされるカルグリスなどが、いる。プロメーテウスとヒコダイニリシア人は、神々が存在した王子より、人間の祖先は存在していたとする考えを持っていた、ことが知られている。 例えば、兵士を脅すの、仕事と日々にも、そのような説明がなされている。他方、仕事と日々は、構成的には雑多な試作品を収集したという、趣向があり、新透器や、名譜列伝が備えている整然とした、伝承の整理付けはなく、当時の庶民の抱いていた、世界観や、人間観が、印象的な例え話の中で語られている。古来、ギリシア人は、人は、 土より生まれたとの考えを持っていた。超越的な神が人間の族を創造したのではなく、自然発生的に人間は王子より大地に生きていたとの考えである。しかしこの事実は人間が生まれにおいて神々に劣るという意味ではなく、オリュンポースの神々もそれ以前の支配者であったティーターンももともとはすべて大地の子である。人間はガイアを母とする。 神々の兄弟でもあるのだ。異なる点は、神々は不死にして人間に比べ卓越した力を持つということである。その意味で、神々は貴族であり、人間は庶民だと言える。パンドーラーしかし兵士オどすは、土より生まれた人という素朴な信念とは異なる。人間と神々の間の関係とそれぞれの文の物語を語る。太古にあって人間は未開で無知で、 上に苦しみ、寒さに悩まされていた。プロメーテウスが人間の状態を改善するために、ゼウスが与えるのを禁じた火を人間に教えた。また、この神は、ゼウスや神々に犠牲を捧げるとき、何を神々に捧げるかを、ゼウス自らに選択させ、その巧妙な偽造で、ゼウスを欺いた。プロメーテウスに騙されたゼウスは報復の機会を狙った。ゼウスは、 オリュンポースの神々と相談し、一人の美貌の女性を作り出し、様々な贈り物で女性を飾り、パンドーラーと名付けた、この女をプロメーテウスの資料にかけた弟、エピメーテウスに送った。ゼウスからの贈り物には注意せよと兼ねてから、忠告されていたエピメーテウスであるが、彼はパンドーラーの美しさに兄の忠告を忘れ、妻として迎える。 ここで男性の種族は土から生まれたものとして王庫から存在したが、女性の種族は神々、ゼウスの策略で人間をたぶらかし、不幸にするために創造されたとする神話が語られていることになる。パンドーラーは結果的にエピメーテウスに、そして人間の種族に災いをもたらし不幸を将来した。ヘイシオドスはさらに、金の種族、銀の種族、聖堂の種族について歌う。 これらの種族は神々が創造した人間のやらであった。金の種族はクロノスが王権を掌握していた時代に生まれたものである。この最初の種族は神々にも似て無常の幸福があり、平和があり、長い寿命があった。しかし、銀の種族、銅の種族と次々に神々が新しい種族を作ると先にあったものに比べ後から作られたものはすべて劣っており。 銅の時代の人間の種族には争いが絶えず、このためゼウスはこの種族を再度滅ぼした。金の時代と銀の時代はおそらく空想の産物であるが、次に訪れる聖銅の時代、そしてこれに続く英雄の時代と鉄の時代は人間の技術的な進歩の過程を後付ける分類である。これは空想ではなく歴史的な経験知識に基づく時代画期と考えられる。 第4の英雄、半身の時代は、兵士をドスが、米フレツ伝で描き出した、神々に愛され、英雄を生んだ女性たちが生きた時代と言える。英雄たちは、花々しい君にあっていき、その死後は平楽レースがそうであるように神となって、天井に登ったり、楽園に行き、憂いのない上腹の生活を送ったとされる。仕事と日々英雄の時代が去って、今や、制度の時代となり、 人の寿命は短く、労働は厳しく、地は農夫に恵みを与えること少なく、若者は老人をやまわず、知恵を尊重しない。これが、我々が今生きている時代、世界である、と平氏ドスは歌う。このような人生や、世界の見方は、詩人として、名声を得ながらも、あくまで一階の地方の農民として暮らしを立てて、行かねばならなかった平氏ドスの人生の経験が、 反映しているとされる。世には、半身たる英雄を祖先に持つと称する名家があり、貴族がおり、富者がおり、世の中には、矛盾がある。しかし、神はあくまで善なるもので、人は勤勉に労働し、神々を敬い、人間に与えられた分を誠実に生きるのが、最善である。一方で、武勲を称賛し、王皇貴族の公正な生活や栄誉、しや、 音楽や彫刻などの芸術の高みに恵まれた人は立ち得る。しかし、庶民の生活は厳しいものであり、そこで人間としていかに生きるか、平シオドスは神話に託して人間のありようの諸僧を歌っていると言える。ギリシア神話においては、平シオドスが語る五つの時代の最後の時代、すなわち現在である鉄の時代の前に英雄の時代があったとされる。英雄とは、 古代ギリシア語でヘイロースと呼ぶが、この言葉の原義は守護者、防衛者である。しかしホメーロスでは、君校、あるいは殿の意味で、支配者、貴族、主人について一般的に使用されていた。神話学者キャンベルは英雄神話を神話の機関に置いたが、彼の描く英雄とは、危険を犯して超自然的領域に分け入り勝利し、 人々に恩恵を授ける力を獲得したものである。古代ギリシアの英雄は守護者の原儀を持つことからもわかる通り、超自然の世界に分け入って力を獲得するものではない。文献や考古学によれば、見受けない時代には存在しなかった英雄信仰がギリシアの暗黒時代を通じてコメーロスの頃に出現する。ここで崇拝される英雄は力に満ちた死者であり、 その儀礼は、親族の死者への儀礼と神々への儀礼の中間程度に位置していた。祀られる英雄ことで様々な解釈があったが、祭儀におけるヘイロースは、都市共同体や個人を病や危機から救済し恩恵をもたらしたものとして理解された。このような崇拝の対象が、女ジ史に登場する英雄に否定された。時が経つにつれ、 ヘイロースの関係に該当すると判断された人物、すなわち神への祭祀を創始した者や、都市の創立者などには、信託に基づいて、英雄たる栄誉が授与され、彼らは、英雄とみなされた。ギリシアの英雄は半身とも称されるが、多くが神と人間の間に生まれた息子で、半分は死すべき人間、半分は不死なる神の血を引く。このような英雄は、 力ある死者の中でも神に近い崇拝を受けていた者たちで、平楽レースの場合は、英雄の域を超えて、神として崇拝された。英雄は、都市の創立者として、子孫を守護し、また時に敵対する者の子孫に末代まで続く呪いをかけた。死して、君を残す英雄は、守護と呪いの形で、その死後に強い力を発揮したものでもある。 ゼウスの息子英雄は古代ギリシアの名家の子孫であり、祭儀や都市の創立者であり、名祖であるが、その多くはゼウスの息子である。ゼウスは、に運兵や人間の娘と交わり、数多くの英雄の父となった。数々の王家が神の血を欲した。ダナエとキンのメ数々の冒険と武勇ンで知られ、数知れぬ子孫を残したとされる平楽レースは、 ゼウスと人間エレクトリオオンの娘アルクメーネーへの間に生まれた。ゼウスは彼女の夫アンピトリオオ,オンに化け、さらにヘイリオスに命じて太陽を三日間昇らせず彼女と交わって英雄を設ける。また白鳥の姿になってレーダーと交わりヘレネー及びディオスクーロイの兄弟を設けた。アルゴス王アクリシオスの娘ラナエのもとへは 黄金の雨に変身して近寄り、ペルセウスを設けた。テューロスオアゲーノールの娘ウロペーのもとへは、白い王牛となって近寄り、彼女を背に乗せるとクレータ島まで泳ぎ渡った。そこで彼女と交わって、ミーノースやラダマンチュス島を設ける。カリストを誘惑するゼウスゼウスはまた、アルテミスに従っていたニュンペ兵のカリストに、アルテミスに化けて近寄り交わった。こうして、 アルカディア王家のソアルカスが生まれた。プレイアデスの一人エレクトラーとの間には、トロイア王家のソダルダノスと、後にデーメーテール女神の恋人となったイーアシオオンを、設ける。イーオーは、アルゴスのヘーラーの女神官であったが、ゼウスが恋してこう設けた。ヘーラーの怒りを恐れたゼウスは、イーオンを目牛に変えたが、ヘーラーは彼女を苦しめ、イーオーは、 世界中をさまよってエジプトの地にたどり着き、そこで人の姿に戻り、エジプト王となるエパポスを生んだ。エウローペーはイは陰陽の子孫にあたる。アトラースの娘プルートーとの間には、神々に寵愛されたが冥府で豪罰を受ける定めとなったタンタロスを設ける。またゼウスは乳兵のアイギーナをさらった。父親であるアースオポスカシンは、娘の行方を探していたが、 コリントス王シーシュポスが二人の行き先を教えた。神女に踏み込んだ家臣は雷に打たれて死に、またシーシュポスはこの故に、冥府で豪罰を受けることとなった。アイギーナからはアイアコスが生まれる。同じくアーソーポス家臣の娘とされるアンティウペエは、サチュロスに化けたゼウスと交わりアンピオーンと、ゼートスを生んだ。アンピオーンは、定売王となり、 またヘルメースより盾ごとを授かりその名手としても知られた。プレイヤデスの一人タイユゲテイとも交わり、ラケダイモーンを設けた。彼はラケダイモーンの名祖となった。エウルメドゥーサよりはミュルミドーン人の名祖であるミュルミドオーンを設けた。他の神々の息子ウラニアアー・ポローンは数々の恋愛譚で知られるが、彼のことされる英雄は、まず、 ムーサの一柱ウーラニアーとの間に設けた、名高いオルペウスがある。ラピテース族の王の娘コローニスより、死者をも生き返らせた名医にしていかみ、アスクレーピオスを設けた。予言者テーレシアースの娘マントーからは、これも予言者モプソスを設ける。ミーノースの娘、アカカリスは、アポローンとヘルメイス両神の恋人であったが、アポローンとの間に、ナクソス島の名祖ナクソス。 都市の名祖、ミーレートス島を生んだ。彼女は、ヘルメイスとの間にも、クレータ島のキュドーニスの創建者キュドーンを設けた。他方、ポセイドーンは、アテーナイオアイゲウスのヒアイトラーとの間に、テイセウスを設けたとされる。また、エウリアレイとの間には、オーリオンを、テューローとの間には、創世の兄弟ネーレウスとペリアースを設けた。エパポスの娘でンペヌリュエと交わり、 トゥロス王、アゲーノールと、エジプト王ペーロスの双子を設ける。ラーリッサを通じて、ペラスゴス、アカイオス、プティオスを設けた。アカイオスはアカイア人の祖とされ、プティオスはプティアの名祖とされる。オルコメノスのミニュアース人の名祖とされる、ミニュアースもポセイドオンの子とされるが、孫との説もある。タイヤの神ヘイパイストスは、アテー内の神話的な王エリクトニオスの父とされる。 彼はアテーナーに欲情し女神を追って交わらんとしたが、女神が拒絶し、彼の精域はアテーナーの足に巻かれた。女神はこれを羊毛で吹き大地に捨てたところ、そこよりエリクトニオスが生まれたとされる。リュカオーンはアルカデーア王、ペラスゴスとオーケアノスの娘メリボヤ、またはニュンペイのキ旧ネ霊の子とされる。彼は多くの息子に恵まれたが、息子たちは 傲慢なものが多く、神罰を受けたともされる。アルカディアの多くの都市が、リュカーオンの息子たちを、都市の名祖として求めた形跡がある。また、アプロディーテーは、トロヤ王家の一員、アンキーセスとの間に、アイネーアースを生んだ。アイネーアースは後に、ローマの神話的祖先ともされた。アイアの金曜毛側をめぐる、冒険譚、アルゴ号ーーの公開譚に登場する、コルキス王。 アイエーテースは、ヘイリオスと、オーケアノスの娘ペルセイスの子である。トロイア戦争の英雄であり、平穏な長寿よりも、創生であっても、戦士としての君の栄光を選んだアキレウスは、ペーレウスと海の女神テティスの間の息子である。ヘイラクレース神殿後ピエールグリマルによれば、ヘイラクレースとその数々の武勇誕は、見受けない時代に、原型的な起源を持つもので、 考古学的にも裏付けがあり、またその活動は全ギリシア中に足跡を残していると、される。ヘイラクレースは、神と同じ扱いを受け、彼を祭祀する神殿があるいは祭礼は、ギリシア中に存在した。古代ギリシアの名家は、競ってその祖先をヘイラクレースに求め、彼らは自ら、ヘイラクレー大と戦勝した。アキレウスもまた、アガメムノーンなどと同様に、 今は忘却の彼方に沈んだその現像が、見受けない時代に存在したと考えられるが、彼は、神々の愛した者は若くして死ぬとのエピグラムの通り、神々に愛された半身として、栄誉の中、人間としてのモイラにあって、英雄としての生涯を終えた。彼の君と栄光は、その死後にあって、交際を放ち人の心を打つのである。ギリシア神話に登場する多くの人間は、 平シオドスが歌った第四の時代、つまり英雄、半身の時代に属している。それらは、すでにホメーロスが遠い昔の伝承、生えある祖先たちの君の物語として歌っていたもので、ある。彼らの時代が、いつ頃のことなのかという根拠については、神話上での時代の相関が一つに挙げられる。他方、考古学資料による、キリシア神話の英雄譚が源流であると考えられる。 古代の都市遺跡や文化、戦争の痕跡などから推定される時代がある。英雄たちの時代の始まりとしては、プロメーテウスの神話の延長上にあるとも言える。大洪水伝説を起点に取ることが一つに考えられる。プロメーテウスの息子でウ浮かオをンは、エピメーテウスとパンドーラーの間の娘、ピュラーを妻にするが、大洪水は、この時に起こったとされる。 洪水を生き延びたデウカリオオ,オンは多くの息子、娘の父親となる。ピュラートの間に息子へレーンが生まれたが、彼は自分の名を取って古代ギリシア人をヘレーンと呼んだ。デウカリオ,オオンの息子、孫にはドーロス、アイオロス、アカイオス、イオオンがいたとされ、それぞれがドーリス人、アイオリス人、アカイア人、イオーニア人の名祖となったとされるが、これには 歴史的な根拠はないと思われる。エンデュミオンしかし、アイオロスの子孫には、ギリシア神話で活躍する有名な人物がいる。子孫は、テッサリアで活躍し、イオールコスニオートを建造した。ハルモスの家系には、ミニュアースと、その末であり、アルゴナウタイとして、著名なヤーソーン、またイガミとして、後に知られるアスクレーピオスがいる。また孫娘のテューローからは、 子孫としてネーレウス、その子で、トロイア戦争の地章として知られる、ピュロス王ネストールがおり、ペリアース、アドメートス、メラムプス、また、アルゴス王で、テーバイゼメの七章の総帥である、アドラストスなどがいる。ネーレウスは、ピュロスの王都を建造した。アイオロスの娘向こうアエトリオスの子,の,子の子孫の人物としては、月の女神セレーネートの恋で知られるエンディウミオン、カルドオン王、オイネウス、 その子のメレアグロス、テューデウス兄弟がいる。メレアグロスは、ホメーロスでも言及されていたが、イノシシ退治の話は後世になって殉職され、カルドーンのイノシシ狩りとして、女勇者アタランテイも含めて、多数の英雄が参加した出来事となった。また、メレアグロスの姉妹デイアネーラの夫は、ヘイラクレースであり、二人の間に生まれたヒロスは、スパルテイ王朝の祖である。タンタロスは、 冥府のタルタロスで英語の罰を受けて苦しんでいるが、その家系にも有名な人物がいる。彼の息子のペロプスは復帰に奢ったタンタロスによって、切り刻まれ、オリュンポースの神々への料理として差し出された。この行いゆえにタンタロスは合罰を受けたともされるが、以下の別説もある。神々はペロプスを生き返らせ、その後、彼は世に稀な美少年となり、 ポセイドオンが彼を愛して天界に連れて行ったともされる。ペロプスは神々の寵愛を受けてペロポネンソスを征服した。彼の子孫にミュケーナようアトレウスがあり、アガメムノーンとその弟のスパルタをメネラオスはアトレウスの子孫にあたる。アガメムノーンはトロイア戦争の赤や勢総帥であり、クルタイムニエストラーノットで、メネラーオスは戦争の発端ともなった美女ヘレネーノ。 夫であるまた、アガメムノーンの息子と娘が、ギリシア悲劇で名を知られるオレステース、エーレクトラー、イーピゲネイアとなる。ミュウケーナイ王家の悲劇に密接に関連するアイギストスもペロプスの子孫で、オレステースと血が繋がっている。他方、アトレウスの兄弟とされるアルカトースの娘ペリボイアは、アイアコスの息子であるサラミス王テラモンの妻であり、二人の間の息子が、 アイアースである。また、テラモーの兄弟で、アイアコスの今一人の息子が、ペイレウスで、ペイレウスの息子が、トロイア戦争の英雄アキレウスとなる。竜と戦う、カドモス・リビュエーは、ウシとなった、イーオーの孫娘にあたる。リビュアとはタツミポーセイドオンの間に生まれたのが、フェニキア王アゲノールで、定番王家の祖である。 カドモスとクレータ王家の外も言える娘エウローペーは彼の子である。カドモスは竜の歯から生まれた戦士としてよく知られる。カドモスの娘にはセメレーがあり、彼女はゼウスの愛を受けてディオニューソスを生んだ。テーバイオーペンテウスはカドモスの孫にあたり、彼はディオニューソス信仰を否定したため、狂乱する女たちに引き裂かれて死んだ。その女たちの中には、 彼の母アガウエイやオバイーノーも含まれていた。ペンテウスとディオニューソスは、重慶帝同士となる。カドモスの別系統の孫には、ラブダコスがあり、彼は、ラーイオスの父で、ラーイオスの息子がオイディプースである。オイディプースには妻ヨーカステーの間に、娘、アンティゴネー等4人の子供がいる。他方、カドモスの姉妹に、エウローペイがあり、彼女は、クレータを、 アステリオスの妻であるが、ゼウスが彼女を愛し、ミーノースが生まれる。ミーノースの幾人かの息子と娘の中で、カトレウスは娘を通じて、アガメムノーンの祖父にあたり、同様に、彼は、パラメーデウスの祖父である。カトレウスの孫には他に、イードメネウスがいる。ミーノースの娘アリアドネーは、本来人間ではなく、女神とも考えられるが、ディオニューソスの妻となって、 オイノピオオン等の子を設けた。クレータの迷宮へと入っていったテイセウスは、アテーナイオアイゲウスの息子とも、ポセイドオンの息子ともされるが、ミーノースの娘、パイドラーを妻とした。ヘクトールとパリスアガメムノーンを総帥とするアカヤ勢に侵攻され、10年の戦争の後に、陥落したトロヤは、トロイア戦争の舞台として名高い。小アジア生誕に位置する、この、 都の城の支配者は、ゼウスを祖とするダルダノスの子孫である。彼は、トロイア氏を創建し、キュベレー崇拝をプルギアに導いたとされる。ダルダノスの孫がトロースで、彼がトロイアの名祖である。トロースには三人の息子があり、イーロス、アッサラコス、ガニュメーデースである。ガニュメーデースは、美少年中の美少年と言われ、ゼウスが彼をさらって、 オリュンポスの主敗法事者とした。イーロスは、ラオメドーンの父で、後のロートロヤオ、プリアモスの祖父である。英雄ヘクトール・トッパリスは、プリアモスの息子、予言で名高いカッサンドラーは娘である。また、ヘクトールの妻アンドロマ系は、トロイア陥落後、アキレウスの息子ネオプトレモスの奴隷とされ、彼の子を産む。他方、トロースの三人の息子の最後の一人アッサラコスは、 アンキーセースの祖父で、アンキーセースとアプロディーテイ女神の間に生まれたのが、アイネーアースである。トロイア陥落後、彼は諸法を放浪して、ローマにたどり着く。ウェルギリウスは彼を主人公として、ラテン語助持し、アイネーイスを表した。アイネーアースの息子アスカニオスは、ローマの名家、ユーリア氏族の祖とされる。ギリシア神話には、断片的なエピソード以外に、 一人の人物あるいは一つの事件が複雑に展開し、数多くの英雄たちがその物語に関係してくる複合物語とも呼べる神話談がある。アテー内の王子であったテイセウスの生涯は劇的な展開を見せ、クレータ島の迷宮での冒険を経た後になっても、コルキスの王女メーデアが義母であったり、その魔術と戦うなど、ミーノース王やアリアドネーを含め、 広い範囲の多数の人物と関わりを持っている。弓を引くヘイラクレーステイセウスの生涯以上に華麗で、おびただしい人物が関係し、また様々な重要事件に参加するヘイラクレースの物語も、また英雄の結集する神話とも言える。彼に課された十二の難題の物語だけでも、十分に複雑であるが、ヘイラクレースはアルゴノウ隊の一員でもある。さらに、 アポロドーロスによると、彼は、ゼウスの王権が確立した後に起こったとされるギガース、たちとの戦いにも参加している。また、オルペウス教の断片的な資料では、原書に、クロノスクロノス、別名ヘイラクレースが出現したという記述がある。これが、英雄、ヘイラクレースかどうか定かではないが、無関係とも言い切れない。ギリシア中から英雄が集結して、 冒険に出発するという話としては、イアーソー農船長とする、コルキスの金曜毛側をめぐる、アルゴナウ隊の物語が挙げられ、ここでは、ヘイラクレースやオルペウスなども参加している。また、アドラストスを総帥とする、テイバイゼメの七章の神話や、その後実弾でもある、七章の息子たちの活躍も、英雄たちが結集した物語である。 メレアグロスのイノシシ退治の伝承が殉職され、拡大した規模で語られるようになった、カルドーンのイノシシ狩りの神話もまた、メレアグロスを中心に、カストールとポリュデウケースの兄弟、テイセウス、イアーソーン、ペーレウスとテラモーン、そして、アタランテーなども参加した英雄の結集物語で、ある。トロイア戦争ギリシア神話上で、最も古く、最も重層的に伝承や、 神話や物語が蓄積されているのは、トロイア戦争をめぐる神話である。古典ギリシアの文学史にあって、紀元前9世紀内史8世紀に突如として完成された形で、コメイロスの二大女子史、すなわちイーリアスとオデュッセアが出現する。詳細な研究の結果、これらの物語は突如出現したのではなく、その前種とも言うべき過程が存在したことがわかっている。 トロイア戦争をめぐっては、その前提となったパリスの審判の物語やギリシアとトロイアの間の交渉、アカヤ軍の出陣、そして長期にわたる戦争の経過などが知られている。イーリアスは10年に及ぶ戦争の中のある時点を切り出し、アキレウスの怒りから始まり、代理で出陣したパトロクロスの戦士、ヘクトールトンの戦い、そして彼の死と、 その早々のための厳粛な静けさで物語が閉じる。他方、オデュッセイアでは、トロイア戦争の終結後、故郷のタケイ島へ帰国しようとしたオデュッセウスが嵐に出会い、様々な苦難を経て故郷へと帰る物語が記されている。トロイア戦争の経過の全貌は、どのようなものであったのか、トロイア陥落のための木馬の計略の話などは、 断片的な物語としては伝わっていたが、完全な形のものは今日伝存していない。しかし、この神話あるいは歴史的な伝承が大きな物語圏を築いていたことは今日知られている。神話は多くの場合、かつて生きていた宗教や信仰の内実、すなわち世界の真実を神聖な物語、または象徴の形で記録したものだと言える。このことは、 現在なお信仰され続けている宗教等にも該当する。神話はまた多くの場合、儀礼と密接な関係を持つ。エリアーでは神話は世界を含む想像を根拠づけるものとした。このことは人間の起源の説明が宗教的世界観の一部として大きな意味を持つことからも肯定される。ポリヒュムニア古代ギリシア人は、 人間と非常に似た神々が登場するユニークな神話を持っていたが、彼らはこれらの神々を宗教的信仰、崇拝の対象として考えていたのかについては、諸説ある。実際、西欧の中世、近世を通じて、人々は、ギリシア神話を架空の作り話架空話の類とも、みなしていた。現代においても、ポール・ベーヌは、ギリシア人がその神話を本当に信仰していたのかを、 めぐり、疑問を提示する。彼は古代ギリシア人がソフィストたちの会議主義を経ても、ロゴスとミュートスの区別が曖昧であったことを批判する。しかしベーヌの結論は、古代ギリシア人は、やはり彼らの神話を信じていたのだ、ということになる。また、古代のギリシア人自身の中でも疑問は起こっていたので、あり、紀元前6世紀の詩人哲学者クセノパネスは、 ホメーロスやヘイシュオドスに描かれた神々の姿について、盗みや貫通や騙し合いを行う下劣な存在ではないかと批判している。ホメーロスやヘイシュオドスは自分たちの歌った神話が真実であることに確信を持っていた。この場合、何が真実で何が偽なのかという基準が必要である。しかし彼らが歌ったのは神々や人間に関する真実であって、 作り話や虚構と現代人が考えるのは真実を具象化するための表現であり技法に過ぎなかった。神話の重要な予見の一つとして作者の無名性が考えられていた。誰が作ったのでもなく太古の昔より存在するのが神話であった。紀元前7世紀中央以降、女児史的伝統に代わって個人の感情や思いを歌う女上詩が誕生する。女上詩人は 超越的な神々の存在について、むしろ無関心であった。しかし、これに続いて出現したギリシア悲劇においては、ムーサ女神への祈りもなく、明らかに彼らが創作したと考えられる物語を、劇場で公開するようになる。これによって、ギリシア神話は人間的奥行きを持ち進化したが、彼らは神話を信じていたのだろうか。悲劇詩人たちはニーチェが洞察したように、 コロスの導入によって、そして今一つに、英雄の概念の変遷により、共同体の真実を、その創作に具現していた。彼らはなお神を信仰していたのであるが、神話についてはそうでもなかった。アテー内の学童しかし三大悲劇詩人の活動の背後で、奴隷制を基礎に置くギリシアのショポリスは、アテー内を代表として困難に直面することにもなる。 ペルシア戦争での奇跡的な勝利の後、アテー内の派遣と帝国主義が勃興するが、ポリスは派遣をめぐって相互に争うようになる。ペロポネソス戦争で敗北したアテー内にあって、独自な思想を語ったソークラテースはなお軽心の謎めいた人物であったが、彼に先駆するソピステースたちは、神々も、また習字や議論のための道具とみなし、プロータゴラースは、 神々が存在するのかしないのか、我々には知りようもないと明言した。ソークラテイスの弟子であり偉大なソピステースたちの論法を実質していた紀元前4世紀のプラトーンは、古代ギリシアの民主主義の破綻と欠陥を認めず、彼が理想とする国家についての構想を語る。プラトーン以前には、コメーロスの女子誌が青少年の教科書でもあり、選手としての心構え、 共同体の一員たる倫理などは彼の二大作品を通じて学ばれていた。しかし、プラトーンは国家において異様な理想社会のモデルを提唱した。プラトーンはまず、ホメーロスと英雄女事史を批判し、これをオポリスより追放すべきものとした。また、彼の理想の国家にあっては悲劇は有害であるとしてこれも否定した。サッポーとホメーロスしかし、 このような得意な思想を語ったプラトーンはまた時期によっては神話を青少年の教育に不適切であるとする一方で自分の著作にふんだんに類を用い真実を語るために神話を演技をした。ポリスの知識人階級の間では古来のギリシア神話の神々や英雄は崇拝の対象ではなく終始的な装飾とも化した。こうしてアレクサンドロスが アケメネス朝を滅ぼし、自らが神であると宣言したとき、神々への信仰はポリス共同体から消え去った、あるいはもはやポリスは、このような宗教的情熱を支えるにはあまりにも、変質してしまったのだと言える。神話が備えていたリアリティは消失し、神話と現実の分離が起こった。人々の軽神の伝統はそれでもパウサーに合わすが、紀元後になって証言しているようにあてな内においても、 また、ギリシアの地方や田舎にあって、なお続いた。一方で、アリストテレースは、歌うたいがホラーを吹いていると著作の中で断言した。古典学者ピエール・グリマルはその象徴、ギリシア神話の冒頭で、ギリシア神話とは何を指す言葉かを説明している。グリマルは、紀元前9から8世紀より、紀元後3から4世紀にあって、ギリシア語話験で行われていた各種の不思議な、 物語、伝説等を総称して、ギリシア神話とする。この広範な神話権は、紀元前4世紀末、または前3世紀初にあって、内容的、形式的に大きな変容を経過する。一つのは、文献学の発達と書物の要約作成によってであり、今一つは、生きた神々への敬心の表現でもあった。試作品などに変わる。 娯楽を目的とした作品の登場によってである。プトレマイオス1ギリシアのショポリスは、アレクサンドロスの統一とオリエント征服によって、事実上消滅した。アレクサンドロスはエジプトに、自己の名を付けた神徒を建設した。エジプトを継承したディアドコイの一人プトレマイオスは、そこに、世界最大と称された、アレクサンドレア図書館を建造し、 おびただしい蔵書の収集に着手するとともに、ヘレニズムの世界に優秀な学者を求めた。今日伝存する多くの古代の文献、文書はこの時代に編纂され、あるいは筆者され、写本として残ったものである。図書館はアレクサンドレイア以外にもペルガモンなどが著名であった。図書館は刺されていたとはいえ、高い評価を受けた作品は、筆者されて、教養人、 貴族などに広がっていった。図書館は大量の書物について、その内容を要約書を、また編集していた。長い原著を読むよりも、学者が整理した原著の要約を読むことで、無教養なにわかなり金などは、事故の見せかけの知識を検伝できた。あるいは、書種の伝説について、主題ごとの見取り図を与えるために書籍が編纂された。 このような修正本の中でも最も野心的であったのが紀元前2世紀のアテー内の文献学者アポロドーロスのものと長く考えられていたアポロドーロスのビブリオ提携である一方、帝政ローマ期の貴族や富裕な階層の人々は古代ギリシアの神々への崇拝や敬神の念とは関係なく純粋に面白く色恋の刺激となる物語を好んだ これらの思考の需要に合わせ、オイディウスなどは神々への継信などとは無縁な娯楽目的の変身物語を表し、また同じような意味でアプレウスは黄金のロバを表した。オイディウスの書籍はギリシア神話全体を扱うもので体系的な著作とも言えるが、しかし気楽に読むことのできる短いエピソードの修正でもあった。ギリシア神話の宗教としての 真実の開示の機能は、このようにして、ヘレニズムの時代に、その終焉を迎えたと言える。新しく勃興したキリスト教は、まさに神話を否定したプラトーンの思想の延長上に、あるとも言えたが、この後、千年以上にわたって続く西欧の精神の、歴史の中で、キリシア神話はもはや宗教ではなく、この神話に登場する逸話や神々を、自然現象のグとも、 娯楽のための作り話ともみなしていた。19世紀アメリカの文学者であるトマス・ブルフィンチはギリシア・ローマ神話に関する一般向けの解説書を表したが、神話の起源について次のような4つの説をまとめ紹介している。1神話は聖書の物語の変形である。2神話はすべて歴史的事実の繁栄であり。 後世の過失や粉飾で、元の姿が不明となったものである。三神話は、道徳、哲学、宗教、歴史の真理などを偶意的に表現したものである。四神話は多様な自然現象の擬人化である。この最後の解釈は、19世紀初頭のワーズワースの試作品に極めて明瞭に表出されているとする。マックス・ミュラー神話の解釈や研究において、 大きな刺激となったのは、19世紀にあっては、陰謀後の比較研究より生まれた、比較言語学である。ドイツ生まれで、ご反生をイギリスに行き研究を行った、マックス・ミューラーは、比較神話学という形の神話解釈理論を提唱した。比較言語学の背景にある思想は当時西洋を、石見していた、進化論と進歩主義的歴史観である。ミューラーは、ギリシア神話を、 インド神話などと比較した上で、これらの神話の意味は、最終的には太陽をめぐる自然現象の擬人化であるとする神話論を主張した。禁止編、ターナーがジェームズ・フレーザーは、ミューラーと同じく自然神話学を唱えたが、彼は、交換な禁止編において、王の死と再生の神話を研究し、神話は天上の自然現象の解釈ではなく、地上の現象と、 社会制度のありようの繁栄であるとした。また神話は、呪術的儀礼を説明するために生み出されたとも、主張した。ミューラーの解釈では、ゼウスは太陽の象徴で、神々の物語も太陽を中心とする、自然現象の擬人的解釈であるということになる。他方、フレーザーでは、死して蘇る神の意味解明が、中心主題となる。エレウシースの秘義が、 このような神話であり、ディオニューソスもまた死してあと、ザグレウスとして復活する。デメーテール・ソシュールの構造の概念を継承して、神話研究に適用したのは、人類学者のクロード・レヴィストロースであり、彼は構造神話学において、オイディプルスの悲劇を、神話祖の間の際の構造と矛盾の体系として、分析し、神話的思考の存在を提唱した。 オイディプース神話の目的の一つは、現実の矛盾を説明し解明するための構造的な論理モデルの提供にあるとした。この神話の背後には、様々な矛盾対立校があり、例えば、人は男女の結婚によって生じるという認識の一方で、人は土から生まれたという古代にリシアの伝承の真理について、この矛盾を解決するための構造把握がオイディプース神話であるとした。 フロイトの無意識の発見から演言したとも言える。深層心理学の理論は、歴史的に現れる現象とは別に、時間を超えて普遍的に存在する構造の存在を、教える。ユングは、このような普遍的、無時間的な構造の作用として、原型の概念を提唱した。ケレーニットの教著、神話学入門においては、同時神の深層心理学的な分析が行われるが、これや、 永遠の少年としてのエロースは太母としてのデーメーテールなどとの関係で出現する元型であり、再生の神話と呼ばれるものが無意識の構造より起源する自我の成立基盤であり、自我の完全性への思考を保管する普遍的な動的機構であるとした。共和制ローマ起源3世紀ないし4世紀には未だヘレニズム時代とローマ帝世紀に作られ伝存していた。 莫大な量の書籍があったとされる。例えば、古典三大悲劇詩人の作品は、現在伝存しているものは、名が伝わっているものの中の十分の一しかないが、この当時には未だほぼ全巻が揃っていたと考えられる。これらの莫大な書籍、写本は、ヘレニズム時代が過ぎ去り、帝政ローマが終焉を迎えた後では、激減して、ほとんどの書籍が散逸したとされる。 それは東西に分裂したローマ帝国の西の帝国の領域で著しかった。西ローマは間もなく滅亡し、ゲルマンの国であるフランク王国が成立するが、一旦失われた書籍は再び回復しなかった。他方、東の帝国すなわち、ビサンティン帝国の領域では、多数の書籍とその写本がなお豊富に残っており、これを利用して、12世紀のヨハンニスセツエスなどの 文献学者は、なお、ギリシア神話に関する膨大な注釈本などを記していた。西欧においては、すべての写本、古代の遺産が失われたわけではなく、14世紀から15世紀にかけてのルネッサンスにおいて、丹念に修道院の文庫などを調べることで、ギリシア語原点の写本などが、なお発見され続けた。他方、西欧で失われた多くの書籍は、 8世紀におけるイスラーム帝国の勃興とともにビサンティン帝国を介してイスラームに渡った。しかしアラトスなど国一部の例外を除き神話についての書籍は伝承されなかった。中世からルネサンスにかけてはマクロビウス、フルゲンティウス、マルティアヌスカペッタ、セルビィウスらのラテン語著作が古代神話の出典として参照された。さらに世紀には バチカンミトグラフスなど、中世独自の古代神話修正も表された。ボッティチェリ春聖王では、古代ギリシア語による文芸は、ほとんど忘れられていたが、14世紀初頭の代表的な中世詩人であるダンテアリギエリは、新曲地獄編の中で、リンゴーという領域を作り、そこに古代の詩人を配置した。5人の詩人中4人は、ラテン語詩人で、 残りの一人がホメーロスであった。しかし、ダンテはホメーロスの作品を知らなかったし、西欧にこの大詩人が知られるのはやや後になってからであった。しかし西欧では古代のローマ詩人、オイデュースの名とその作品はよく知られていた。イタリアルネサンスの絵画でギリシア神話の主題を明確に表現しているものとして、サンドロボッティチェリのビーナスの誕生と春が存在する。 了解が共に制作年は明確ではないが、1482年頃であろうと想定されている。高階修司はこの二つの絵画を解釈して、春はオイディウスの祭り歴の描写に合致する一方、ビーナスの誕生と春が体を成す作品ならば、これは天のアプロディーテイと大衆のアプロディーテイの描き分けの可能性があると指摘している。ボッティチェリの ビーナスの誕生は、イタリアルネサンスにおける、ギリシア神話の具象的表現の代表的な作品とも言える。この絵の背後にあると想定されるマルシリオフィチーノなどのネオプラトニズムの哲学や、魔術的ルネサンスの思想は、卑怯的なギリシア文化と西欧文化の間で、通定する美的神話的原理であるとも言える。次に、西欧世界において、ルネサンス期以前のギリシアのイメージは、 どのようなものだったのかを記す。ホメーロスと古代ギリシアアキーレウス西欧における古代ギリシア分けてもホメーロスの像は、いわゆるトロイアの物語のイメージで捉えられていた。これは、紀元4世紀ないし5世紀のラテン語の詩、トロイア戦争日誌とトロイア滅亡の歴史物語を素材として、12世紀にブノアド・サントモールがフランス語で書いたロマンス風の トロイア物語から広がっていったものである。この作品はさらにラテン語で本案され、全ヨーロッパ中に広まったとされる。女児史人ホメーロスが意図した古代ギリシアと西欧中世にあってトロイア物語を通じて流布したギリシアの像ではどのような違いがあったのか。ここで言えるのは両者が共に歴史性を追っていること、しかし前者は私的であろうとする世界であり、後者は あくまで、私的であろうとする世界である。ホメーロス時代のギリシアの世界には、神々の権限が含まれていたが、古代末期から近世にかけての西欧において、思い描かれていた、ギリシア世界では、神々の不在が顕著であり、脱神話化が行われている。だが、イタリアの人文主義者たちは、ホメーロス、イーリアス原点を、15世紀半ばに、ラテン語訳した。 この翻訳を通じ、反西王的にホメーロス及び古代ギリシアの把握像に変化が生じてきた。17世紀には、ジョージ・チャップマンがイーリアスとオデュッセアを英訳し、マダム・ダシエがイーリアスとオデュッセアをフランス語訳した。このように進展したことで、古典ギリシアの再発見とも呼べる事態が到来した。レオナルド・ダ・ヴィンチ天文学ギリシ神話の影響を、 現在も強く受けている学問の一つが天文学である。現在、恒星を結んで作る星座は88を数えるが、そのうちトレミーの48星座などはギリシア神話と結びつけられている。また、ローマ神話は太陽はアポローン、月はアルテミスになぞらえた他ローマ神話を経由して、惑星の名称も水星はヘルメース、金星はアプロディーテ火星は アレース、木星はゼウス、土星はクロノスになぞらえられている。近代になって、ガリレオ・ガリレイ木星の4つの衛星を発見した時も、ガニメデ、エウロペ、カリスト、イオとゼウスに、ゆかりのあるものが命名されている。近代以降発見された天体も天皇星、海王星、冥王星と、ギリシア神話に、ゆかりのある名が付けられる観光が残っている。 20世紀から21世紀においても冥王星に衛星が発見されるとカロン、ニュクス、ヒュドラ、ケルベロスとハーデースにゆかりのある事物にちなんで命名されている。天体の新発見が相次ぎ命名に使用するギリシア神話の事物が枯渇し始めると神話の神々の名を使用するという観光による命名が行われており21世紀になってもなお天文学において ギリシア神話の影響は強い。医学医学においても、医療の象徴にアスクレーピオスの蛇の杖が使用されるなど、ギリシア神話にゆかりのあるものが多数ある。アキレス圏、エディプスコンプレックスなどはギリシア神話由来である。また心理学を意味するサイコロジーのサイコも心の女神、プシュー系に由来するほか、性愛を意味するエロスは愛の神エロースに由来し、恐怖、 剣をお意味する、フォビアは、フォボスに由来する。絵画フランシスコ・デ・ゴーヤの、我が子を喰らうサトルヌス。ギリシア神話は、イタリア人文主義の絵画の主題だけではなく、様々な絵画、視覚的芸術の主題ともなる。ボッティチェリがさらに多くの絵画を描き、ルネサンス期のレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロをはじめ、コレッジョ、キィツヤィーノ、カラバジョ、ルーベンス、ニコラプスさん。 ドラクロア、コロー、ドミニク・アングル、ギュスターブ・モロー、グスタフ・クリムトなどもギリシア神話に題材を取った絵を描いている。美術館、博物館を意味するミュージアムはムーサに由来する。文学、しまた、数多くの文学者や詩人が作品の題材や形容、就職にギリシア神話の逸話や場面を利用することで作品に重層性を与えている。ジョン・ミルトンは、失楽園。 コーマスにおいて就職引用を行っている。スペンサーは妖精女王でギリシア神話に言及する。ロマン派の詩人たちはしばしばギリシア神話からインスピレーションを得ている。チャイルド・ハロルドにおけるロード・バイロン、エンデュミオーン、プシュー系に寄せるオードにおけるジョン・キーツなどである。ヘルダリーンはヒュペイリオン、エンペドクレスを書き、ライナー・マリア・リルケはオルフォイスに捧げる。 ゾネット連作を作った。オルペウスも、また詩人に霊感を与え、ジャン国ーは映画を制作している。ジェームズ・ジョイスの作品、特にユリシーズも、またギリシア神話の影響を受けている。音楽音楽を意味するミュージックはギリシア神話のムーサに由来する。18世紀以降、音楽の分野でもギリシア神話を題材やモチーフとしたものが多数制作された。グルックには、 パリーデとエレーナ、オーリードのイフィジェニー、トーリードのイフィジェニーがあり、ベルリオーズはトロイアの人々を作曲している。モーツァルトにはアイネーアースの子を主題としたアルバのアスカーニオがあり、また、イドメネオがある。オペラ作品として、グルックにはオビディウスの作品を原作としたエコーとなるシスがあり、リヒャルト・シトラウスにはエレクトラ、エウリーピデースの悲劇をもとにした。 エジプトのヘルナ、ナクソス島のアリアドネ、ダフネがある。カール・オルフは、アンティゴネーを作曲している。オフフェンバックは、神話パロディの機械劇を得意とし、地獄のオルフェには、倦怠期のオルフェオ夫婦、神々の老ソに手を焼くユピテールなど、皮肉たっぷりのキャラクターが登場する。映画ギリシア神話の英雄あるいは、出来事を映画化した作品は欧米において、 非常に多数に上る。トロイア戦争を主題にした映画作品は数多く制作されており、ヘイラクレースを主人公とする作品もまた多くある。アルゴのタイ、テイセウスの物語、テイバイゼメの七章などの話が映画化されている。ギリシア悲劇も映画となっているものが多い。ビデオゲーム近年では、ビデオゲームの題材として、ギリシア神話が選ばれることがある。 ヘラクレスの栄光はヘラクレスを主人公とし、神話の世界を旅するロールプレイングゲームである。リアルタイムストラテジーであるエイジオブミソロジーにおいては、オリュンポース十二神もしくは T ターンの力を借りつつ、ギリシア文明やアトランティス文明を発展させ、他の文明を打ち倒す。ゴッドオブウオーにおいては、ギリシア神話の英雄端における荒々しさや、 残酷さを全面に押し出した物語が展開される。これは本作が格闘戦を主軸とした激しいアクションゲームであるため、ゲームデザインの観点からも暴力的な物語である必要性があったからである。白鳥座コトザ・アポロドウロス・ギリシア神話の役者前書きで高津春重は日本においてギリシア神話はオビデウス。 変身物語から取られた話を軸に紹介されてきたと述べている。欧米でも日本でも子供向けあるいは若い人向けにギリシア神話物語の書き下し出版が多いが、それらはオイデウスの本のようにヘレニズム的な完美さと優しさに重点を置いた物語が大半である。異なるのは成人向けのギリシア神話であってもさほど重要でもない。 変身物語や恋愛観が多く取り上げたところである。ありがとうございます。